国岩講師は、日本の小中学校教員、理科教育、情報教育研究者、兵庫県豊岡市に生まれる、岡山大学教育学部を卒業、兵庫教育大学大学院学校、教育研究科修了、教育学修士、1986年から2000年兵庫県公立、中学校教員、2000年兵庫県公立、小学校教員、 原体験教育研究会幹事。2021年日本科学協会の委託を受け、ウェブ版科学体験祭りを制作。実行委員長として25ブースを運営。原体験的視点での自然体験。科学体験国学講師。宮下茂。山田拓3996年日本理科。教育学会全国大会。 レッド、S メイク、プレイシンク国眼講師、宮下茂、小形秀光1996年、米国サンフランシスコンスタ、科学体験学習、自然体験学習を中心とした教材の開発、及び効果についての研究1997年、笹川科学研究助成、自然体験、科学体験のデータベース化及び理科教育に活かす、 カリキュラムの作成1997年科研費、症例研究研究番号09907054、誰にもすぐに使える教室での ICT、活用方法の研究2008年、笹川科学研究助成実践研究、自作簡易デジタル教科書を用いた、プレゼンテーション授業の考案と、研究2009年科研費、症例研究研究番号2190万9007、 マルチタッチスクリーンタブレットを用いた、機関巡視型電子黒板システムの開発と、研究2011年可研費、奨励研究研究番号2391万8、ワコムタブレットを用いた、児童卓上記入型授業の考案と、実践2011年 ICT 埋めコンテンスと、CEC 奨励賞、液晶タブレットを用いた、児童卓上板書システムの考案と、 実践2012年パナソニック教育財団実践研究液晶タブレットによる児童生徒卓上版書システムとダブル投影によるシームレス授業の研究2013年笹川科学研究助成液晶タブレットを用いた算数授業における表現力育成の研究2013年中で教育振興財団助成目視と投影を用いた 理科教材のメディア活用2014年中で、教育振興財団女性実践研究、タブレットパソコンを用いたペアトークによる算数共同学習の研究2015年、パナソニック教育財団実践研究、主体的共同的学習により、児童が作り上げる理科授業研究2017年中で、教育振興財団女性、主体的能動的共同的な学習により、 児童自らが作り上げる、授業の研究2017年日本教育公務員、交際会奨励賞、学級頼りの写真が動く、学校と家庭をつなぐ、日刊動画新聞2018年、ICT 夢コンテスト総務大臣賞、障害を持つ人たちのための科学体験活動2019年、笹川科学研究女性実践研究、iPad で活用できる、VR 動画を用いた、 理科教材開発2019年中で、教育振興財団女性、位置情報活用による、校内、校区内教材科の研究及び、動く理科頼りの研究2019年パナソニック、教育財団実践研究、動く理科頼りの発行で、児童、保護者が、参加体験型の理科学習を展開2019年日本教育公務員、交際会兵庫県奨励賞、 障害を持つ人たちのための科学体験活動2020年、笹川科学研究女性奨励賞、休校で活用できるブログ、動画、オンライン授業の研究2020年中で、教育振興女性、休校中に毎日活用。ブログ貼り付けによる、学習動画超簡単配信2020年、ICT 夢コンテスト日本教育新聞社賞、リモートで行う安心で、 意欲的な長探検及び、自動会行事2021年中で、教育振興女性、ありがとうございます。